レオン・シャルル・テブナンは、フランスの電信技師。オームの法則を複雑な電気回路の解析に、拡大した。フランス、猛出身。1876年に、パリのエコール・ポリテクニークに入学した。卒業後の1878年には、コープスでテレコミュニケーションズに入った。そこでは、当初長距離の地下電信線の開発に従事した。 1882年にエコール・シュペリウールド・テレグラフィの指導監査官に任命されると、電気回路の測定の問題に、ますます興味を持つようになった。キルヒ・ホッフの回路法則とオームの法則を研究した、結果、有名な定理であるテブナンの定理を開発した。この定理により、複雑な電気回路の電流が計算できるようになり、複雑な回路を テブナントカカイロと呼ばれるより、単純なカイロに省略できるようになった。また、ビューローデリニーの長となった後は、アンスティッチュナショナルアグロノミー機で、機械工学を教えるなどエコールシュペリウルの外で、他の教科を教えていた。1896年、電信技術学校の校長に任命され、1901年には、電信工場の長に任命された。 才能のあるバイオリニストであった。もう一つの好きな趣味は釣りであった。独身であったが、未亡人である母のいとこと彼女の二人の子供と同居しており、後に二人を養子に迎えている。当時著名な学者に意見を聞いたが、彼の法則が事実と一致しているかどうかは論争になった。パリで死去した。死去する少し前に、友人の JB ポミがテブナンの元を訪れ、テブナンは、 自身の定理が世界中で受け入れられていることを聞き驚いた。1926年治療のためにパリへ連れて行かれた。テブナンは家族を除いて彼と一緒に墓地に行くべきではなく庭のバライガを棺の上に置いてはいけないという要求を正式に残し、このようにしてモウに埋葬された。模範的な技術者、従業員であり、勤勉で、 厳格な道徳感を持ち、原則には厳しく、それでいて心は優しかったと記憶される。ありがとうございます。